今回の動画では関数のグラフの最大値、最小値について話をしていきます。グラフを書いていくと、y の値が一番小さいところと一番大きいところができたりするんだね。そのグラフにおいて、一番大きい点のことを最大値。y の最大値だから、y 軸と交わるところ。ここだね。 そして、一番小さいところを最小値。これも y の値だから、ここだね。で、最大と最小に挟まれた、この範囲のことを、地域というふうに言います。これは関数が出てきて、x の定義域。ここから、ここまでが定義域になるんだね。 定義域が定められることによって地域も一つに絞られてくるからそれをしっかりと理解できてるかどうかっていうのがこの問題のポイントになりますから実際に一緒に問題を見て地域と定義域の復習をしていきましょう次の関数についてそれぞれの関数のグラフを書き地域最大値最小値を求めようということねではまず ね。y イコール 3x プラス2って書かれてるから、この一次関数におけるプラス2っていうのは、切片と呼ばれるものだったね。つまり、x イコール0の時の y の値のことです。だから、x が0の時の y の値だから、ここ。ここが2っていうことね。これ一マスを1って考えましょう。そうすると、3x だから、 1>, 1行って3上があるから点はここになります。1行って3上があるから点はここになります。1行って3上があるから点はここになります。はみ出しちゃったね。でも1から3までだからここは点線。ここからビューっと伸ばしていって、ここから先も点線ってなります。 これ、X 軸に下ろしていくと、1から、3っていう風になるからね。じゃあ最小値はどこですかって言われたら、最小値はもちろんここ。これ横に見ていくと、5。最大値はここ。これ横に見ていくと、Y 軸とはぶつからないんだけど、X イコール3をここに入れると、Y は、 3×3 たす2になって11だから。11だっていうことがわかるよね。だから地域はここからここまでですよっていうことがわかるわけです。さあ、あとはまとめて答えを書いていきましょう。まず地域です。地域は5から11までなので、5小なりイコール、y 小なりイコール、11って書いてください。続いて最大値。 最大値はもちろん11なんだけど、書き方は y イコール11。で、この11の時は、x がいくつの時ですよって分かるように、x イコール3の時っていうふうに書いておきましょう。で、もう一つ、最小値ですね。ちょっとスペースがないので、こっちに書けるものを。最小値はどうなりますかっていうと、最小値はこの5だね。y イコール5。これは、x イコール 1の時ですよっていうことがわかるわけですね。こんな風に地域、最大値、最小値、しっかりと確認しながら書いていくようにしましょう。では、もう一台やっていくよ。2番です。今度は、y イコールマイナス 2x プラス3というグラフになります。じゃあ、切片が今、プラス3になっているので、3だから、ここですね。1、2、3なので。 からスタートしましょう。そしたら、マイナス1ってことは、ね、マイナス 2x ってことは、1って2に下がるわけだから、ここ。ここ。っていうふうに進んでいくわけ。もう見えなくなっちゃうよね、3の時は。そして、マイナス1の時は、1って2に上がるから、ここになります。だから、範囲としては、ここはもうずっと点線になって、ここはググググググと、続いて、 見えないけど、ここまでね。ここまで続きますよ、っていうことなので、最大値はどこですかって言われたら、ここの部分です。x がマイナス1のとき、これは5を取るわけですね。で、最小値はって言われたら、ちょっと画面ギリギリで見えるかどうかわかんないけど、ここですね。x イコール3のとき、マイナス3を取って、地域はこの間ですよ、っていうことがわかるわけなんだね。 ということで、えー、地域から行きましょう。地域はいくつですかっていうふうに言われたら、上から書きたくなるけど、必ずの範囲は下からなので、マイナス3小なりイコール、Y 小なりイコール5というふうにしてください。そして最大値。最大値は Y イコール5。X がマイナス1の時ね。最小値。 最小値は y イコールマイナス3。これは x が3の時ですよっていうことがわかるわけですね。こんな風にグラフを書いて地域最大値、最小値を求める練習をしていきました。座標を平面上になるとはみ出してしまうところもあるかもしれないんで、特にこの x 軸と y 軸さえかけていたら、ある程度グラフの形、ね。 この場合は右上がりなのか右下がりなのかっていうのが分かれば最大値最小値っていうのを求めることができると思うので、それほど厳密にこだわらなくてもいいから、しっかりとやってみるようにしてくださいね。